分子だよね。うん、そうだよ。分子を型崩れしないように丁寧に煮込んで、抽出した良質なエキスで味を整えて、最後に素揚げすることで旨味をギュッと閉じ込めた主を豪快にトッピング。まさに主を1から10まで堪能できるカレー。我ながらすごいものを作り出しちゃったね。確かにちょっと、うん、だいぶびっくりしたかも。まあ見た目はちょっとあれだけど、味はとっても美味しいよ。食物連鎖の頂点に位置する大自然の味、ぜひ味わってみてよね、エーファ。うん、そのうちそのうちね。